今までに奥の払ったご祝儀はいくらでしたか。ご祝儀、はい、5万かな。10万円3万円100万でデス1、10、100、1000万、10万、100万分割ローン、ローンでお金持ちちょっとなんでこういう質問なの。 Here we go。 どんな関係ですか。親戚の友達、ベストフレンドみたいな。 Yes。 まだ友達ですか。はい、もらえたら嬉しい。 Me too。 Hey guys, welcome back to my channel. It's your girl, Harpra. Guys, thank you very much for coming back for a new video. If you're new here, please don't forget to subscribe, like this video, and if you're always here, you know how we do it. In today's video, I'm gonna ask Japanese people what's the biggest amount of money they spend on weddings. I'm from Uganda, and yo, I don't know about y'all, like when someone invites you to a wedding, you just get the card, take your stomach, eat your way out. Are you not ashamed of yourself? But in Japan, no, it doesn't work like that. If someone invites you, they actually put the amount of money you have to pay in order for you to attend, if you didn't know that. So before you accept that invitation, girl, check the price, okay? And, and most times when you go to a wedding, they expect you to give some kind of money, like to help the new couple. So you have to think about that. So I want to ask people, how much money have they given to new couples on their wedding days? So if you're interested in the video, please don't forget to subscribe. And now let's dive in. 時間ありがとうございます。今日の質問は、なんか今までに一番多く払ったご祝儀はいくらでしたか。でもそんな高くないけど、5万かな。あ、5万円、うん、それは東京でしたか。あ、そうそう、東京、あの親戚の。I see。 ありがとうございます。地域性があるから、うん、安いとこは多分1万とかいうとこもある。あ、1万円も大丈夫ですか。お、1万円も OK なとこがある。あ、知らなかった。なんかみんなね、なんか10万円とか50万とか思ったんですけど、だからそう上げすぎよね。でも私の国はなんか全然払わないから、だから初めてそういうことが聞いた。日本だけかしら。あ、本当？日本だけ？ No no no、 maybe 日本だけじゃないんですけど、私は日本で来て初めて聞いた。でも普通に若くても東京の相場は3万円、友人でもフレンドでも3万円くらい。3万円。わお。ね、高いから。高い。高いの。だから最近は 1.5 次会とかで、その会費制の方が好まれるかもしれない。3万高いね。高い。なんか給料も安いし、そう、安い。上がんないの、20年間上がってないからね。ね、安い。わお。ありがとうございます。時間ありがとうございます。いいえ。今日の質問は、なんか今まで一番多くの払ったご祝儀はいくらでしたかって聞きたいんですけど。ご祝儀、はい、結婚式とかですか。はい、はい、では10万円。10万円すごいね。親戚、うん、はい。あ、親戚で、はい、どんな関係ですか。その時は何だったっけな。すいません。いい、大丈夫。夫の親戚。So your husband relative. Ah, do you speak English? Oh, no, no. Like I need to translate in my head. Also, no. Thank you very much. You're welcome. 時間ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今までに一番多くの払ったご祝儀はいくらでしたか。ご祝儀。はい。5万円です。どんな関係でした。友達の結婚式です。あ、友達の結婚式、優しいね。あ、はい、ちょっと仲のいい友達だったんで多めに、はい。あ、オーケー、ベストフレンドみたいな。え、yes、yes。オーケー、どうですか。これ10万。10万。お金持ち。ちょっと。えら、お。ちょっとお金持ち。オーケー。え、どんな関係ですか。あの家を建てた時に、あの来てくれたお坊さんに10万。家の祈祷代で10万円。優しいね。いえ。マイフレンズ坊主だったんで。坊主、お坊さん、お坊さん。ああ、ボーイフィロン。あとでグーグルします。時間ありがとうございます。はい、今までに多くの払ったご祝儀はいくらでしたか。え、ご祝儀、はい、最高、うん、5万円。5万円。はい。え、どんな関係でしたか。結婚式。結婚式、誰の結婚式。はい、ね、うん、すごい仲いい友達の。ああ、仲いい友達。はい。ああ、優しいね。まだ友達ですか。まだ友達。ああ、オッケー、はい。じゃあ優しいな。優しいな、いつもしてる。ああ、時間ありがとうございます。はい、そう、私の質問は、なんか今まで一番多くの払ったご祝儀はいくらでしたか。払ったご祝儀？三万円かな。三万円。ああ、どんな関係はあ、友達です。友達。結婚式。うん、うん、うん、優
優しいね。どうですか。僕も一緒ですね。友達の結婚式での3万円。いつもみんな大体3万円くらいですか。大体3万円です。なんかさっきは10万円とか。10万円そう、すごい。それはすごいね。多分なんかもう年齢によって確かに違うかな。時間ありがとうございます。私の質問はね、今までなんか一番多くの払ったご祝儀はいくらでしたか。ご祝儀、そう、え、結婚とか。そう、結婚式でも。え、10万ぐらいかな、多くて。10万ぐらいかもしれない。はい、100万って言いたいけど。そんなことは100万いる。そんな、え、もらえたら嬉しい。みつおしい。どんな関係でしたか。親戚とか親族ですね。同じです。同じ。ありがとうございます。時間ありがとうございます。私の質問は、今まで一番多くの払ったご祝儀はこれですか。私まだ結婚式行ったことない。行ったことない。ああ、OK、大丈夫です。今まで一番多くの払ったご祝儀はいくらですか。ご祝儀、はい、友達の結婚式、3万円。3万円、どう、3で3万円です。3万円です。みんなそうですか。なんかいつも3万円ぐらい、例えば20万とかは払わないんですか。上の人、私たちまだ若いから3万ぐらい。3万ぐらい。 OK、 I see。 今まで一番多くの払ったご祝儀はいくらでしたか。ご祝儀、はい、10万円。10万円、はい、あ、どんな親戚ですか。弟です。あ、弟、はい、お、優しいね。あ、いえいえ、家族なので。あ、家族だからね、はい。チャンネルがあって、ハリエット・ハプラっていうチャンネル。あなたのチャンネルは、はい、私のチャンネル。そう、私の質問は、なんか今まで一番多くの払ったご祝儀はいくらでしたか。ご祝儀、はい、結婚式で5万円ぐらい払ったかな、はい、そのぐらいですね。なんでこういう質問なの。あ、私の国ですか。そう、私はウガンダではなんかご祝儀の文化がないんで。あ、いくらぐらいかなと思って、まあ5万、10万、その辺で10万ぐらいかな、親戚関係ね。ありがとうございます。あ、時間ありがとうございます。こちらこそ、はい。私の質問はなんか今までね、一番多くの払ったご祝儀はいくらでしたか。ご祝儀、はい、あ、友達の大事なあのレザージャケットを100万で買った。びっくりしたもん、自分でもう 分割ローンで。そうけど大好きだからね。もういつも仕事の時はレザージャケットを着てるので、それをあいいもんだから買おうかなと思って買っちゃった。レザージャケットで10万100万100万100万 ?100 よ。1ミリオンだよ。1ミリオンか、そうか、100で100円になるんだ。そうだよ、100万。100万、1、10、100、1000万、10万、100万。 Oh my god、 頑張った。これ どんなブランド。ただ友達が DIY で作ったやつ、だからあの世界に1個しかないやつだから、あの知らない人のところ行くより俺が買おうって言って頑張って買った。Oh my god、それ初めて聞いた。仲良しな、仲良し、大事な人。私もなんか友達になりたい。Are you not ashamed of yourself? Are you not embarrassed? This is really embarrassing. 100万円欲しい。100万円ね。ありがとうございます。時間ありがとうございます。いえ、私の質問は、今まで一番多くの払ったご祝儀はいくらですか。祝儀、はい、え、10万。10万。10万。え、どんななんか親戚ですか。身内です。兄弟です。今まで一番多くの払ったご祝儀はいくらですか。ご祝儀ですか、はい、結婚式とかですか、はい、いやまだちょっと経験したことがなくて、はい、OK、大丈夫です。すいGuys, what did you think of the video? So as you've seen, people here spend a lot of money on weddings. Yeah, the person who said 1 million yen, I need friends like that because none of my friends, I bet you, spend that kind of money on my wedding. But anyway, guys, tell me how much money have you spent on weddings in Japan, if you live in Japan. And then if you live wherever you're living, tell me if you have the same culture where you live, because we don't have that where I come from. Anyways, if you enjoyed it, please don't forget to subscribe. Follow me on all my social media handles, Harriet Harper on Instagram, TikTok. And until next time, guys, bye!